皆さんこんにちは。2020年11月に突然の自殺のニュースで世間を騒がせた俳優の久保寺明さんですが、とある有名作品に出演していたため意外な交友歴もあったそうです。今回は久保寺明さんの経歴、結婚した嫁と子供など家族情報のほか、自殺原因や三浦春馬さんとの共演について紹介します。1977年1月20日に東京都で生まれた久保寺明さんは、実写版美少女戦士セーラームーンのクンツァイト役や仮面ライダーブレイドの金井役でおなじみの俳優でした。2000年代前半から中盤にかけて上記の特撮作品に出演した後の久保寺さんは、引き続きテレビドラマ方面での活躍を模索していたようですが、年に何本か単発ゲストで出演する程度に止まってしまいました。そのため久保寺さんは主に 2.5 次元舞台方面で活躍することとなり、戦国バサラシリーズや刀剣乱舞シリーズなど数々の人気作に出演しています。久保寺明の出演した主な 2.5 次元舞台作品は次の通りです。白鸚記、おそ松さん、文豪ストレイドッグス、七つの大罪ザステージ、黒子のバスケアルティメイト、ブレイズ抵抗編リーディングなど、一般的な知名度はいまいちだった久保寺さんでしたが、 2.5 次元ファンの間では俳優の玉木宏さん似のイケメンとして評判が良かったそうです。久保寺明さんは日芸や各種演劇サークルのあることで有名な日本大学出身となりますが、在学中はモデルをしていたそうで、演劇には縁がない学生生活を送っていたそうです。そんな久保寺さんが役者に転身するきっかけとなったのが、日本大学 OB の西田大輔さんが主催する劇団アンドエンドレスだそうで、1999年4月に初舞台を踏むことになりました。以降はアンドエンドレスの劇団員として役者のキャリアを積むこととなった久保寺さんは、26歳の時に前述の美少女戦士セーラームーンのオーディションに合格したことで初めて映像作品に出演することができました。舞台演劇を軸に置いた活動を展開していた久保寺明さんですが、実写版美少女戦士セーラームーンに出演していた縁により、とある大物女優とも交流がありました。久保寺さんと交流のあった大物女優とは、美少女戦士セーラームーンにてセーラーマーズ役を演じていた北川景子さんでした。美少女戦士セーラームーンは1年に及ぶ放送期間のあった作品ということで、出演者たちにとっても思い入れが深く、同窓会と称して定期的に集まっていたそうですね。久保寺明さんは2007年頃に劇団アンドエンドレス所属の女優大森裕子さんと結婚していたものの、 2.5 次元舞台方面で活躍する俳優という立場も相まって、しばらくの間は結婚を公表できない状況でした。そんな久保寺さんにとって、結婚をカミングアウトするきっかけとなったのが子供たちの存在だったそうで、2011年1月に出演したイベントの場でファンに次のように結婚報告をしています。突然ではありましたが、先日の15周年ファンドレイベントにて大森裕子との結婚報告をさせていただきました。驚かれた方もいたと思いますが、実は何となく知っていたという方もいたと思います。自分の都合で4年間言わなかったことですが、この機会に自分の口から言わせていただきました。さらに久保寺明さんに関しては、本人や妻大森裕子さんの SNS 上の発言により一男一女に恵まれていたことが判明しています。久保寺さんの長男は子役活動もしていたようで、2012年にドラマ世にも奇妙な物語に出演した経験があったほか、2017年に大森さんと一緒に舞台に出演したようです。久保寺明さんは2020年11月13日の昼頃に東京中野区にある自宅で自殺している姿が発見されています。関係者によりますと、13日の昼過ぎ、東京中野区の自宅でぐったりした状態で見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されたということです。一般的な知名度は低かった久保寺さんですが、有名特撮作品に出演していた経歴と相まって、自殺の一報はネット上で大きな反響を生むことになりました。43歳の若さでこの世から去ってしまった久保寺明さんですが、仕事の方は順調だったようで、2020年11月下旬より舞台おそ松さんその2に闇役で出演予定だったほか、2021年1月からも新規の舞台演劇の仕事が内定していたようですね。また2020年10月に放映されていた UHF ドラマ
ハンサム選挙にも狩安健二役で出演中であったとか。ちなみに家庭内不和などもなかったようで、自殺前日に妻大森優子さんがおのろけツイートをしていました。世間では久保寺さんマジでなんで若すぎるでしょ、バリバリだったじゃん、ご家族もいるのに、いやちょっと待ってくれよ、なんだよみんな、久保寺さん何もわからないし何もできなかった、俺が初めて大した俳優さんだったと思ってる、もっと楽にやれよって声かけてくれたことずっと忘れてないよ、なんでそうなっちゃうんだよ、みんな生きてくれよ、お願いだからとコメントがあり、悲しむ声が多かったです。一見すると公私ともに順調だったように見える久保寺明さんですが、 2.5 次元ファンからはコロナ禍で経済的に追い詰められていたのではないかとの指摘も存在します。アニメ好きの女性たちによりチケット争奪戦となるため、チケットノルマこそない 2.5 次元舞台ですが、ギャラの方はかなり安いらしく、出演者たちにとってはグッズ売上の歩合や公演中に開催されるファンミーティングの出演料が命綱だと言われております。その辺の収入源がコロナ禍のせいで潰されてしまったことが、久保寺さんを精神的にも経済的にも追い詰めていったのではないかとの推測が存在するようですね。実際の話、久保寺さんは2020年7月いっぱいで妻も所属する芸能事務所SR プロダクションから退所してフリーとなっており、少しでも身入りを増やそうと努力をしていた形跡もあります。そのためもしも 2.5 次元ファンたちの推理が正しかった場合は、久保寺さんは新型コロナウイルス騒動の犠牲者と言えることになります。11月13日俳優の久保寺明さんが自宅で亡くなっているところを発見されました。三浦春馬さん享年30、芦名瀬さん享年36、竹内優子さん享年40らに続き、またもや俳優を職業とする人が自ら命を絶ったことで、多くの人たちがショックを隠せないでいます。久保寺さんの視線上はテレビや映画ではなく舞台でした。コロナ禍の前は 2.5 次元俳優の人気もあって、舞台界は空前のブームが起こっていました。人気作品のチケットは即完売、公演費には会場の外に出待ちするファンがあふれかえっていたほどです。それが一転、緊急事態宣言が発せられると多くの舞台公演が中止になりました。宣言解除後もイベントの収容人数に規制が設けられたため、元通りにはほど遠い状態が続いていました。苦労しながらもなんとか撮影を終えられれば、あとは通常通り放送できるテレビと違い、舞台は1回1回の公演が勝負で、そこで集客ができなければもろに俳優たちの収入に響いてきます。久保寺明さんは自殺した俳優三浦春馬さんや竹内優子さんとドラマで共演していた過去があったことから、ネット上では他殺説も存在するようです。久保寺さんの他殺説については、三浦さんたちに発生した噂と同じようにイルミナティなどの国際的な秘密結社に暗殺されたというものでした。とはいえ、久保寺さんが三浦さんたちと共演したのは数年前の話であり、その後交流があったとの噂も聞きません。また国際的な秘密結社が一介の俳優に過ぎない久保寺さんを暗殺する理由もないため、ただの都市伝説ではないかと思われます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。